こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、ネット上で仕事を受ける、まあ、仕事をもらう上で非常に重要なポートフォリオの作り方と、まあ、コツというのを紹介していきたいなと思います。はい。で、まあ、ポートフォリオって何かというと、自分の実績とかを、載せておく、まあ、実績一覧のようなページに、まあ、ポートフォリオページとかなるんですけども、まあ、自分も仕事を発注する側で何回も発注したことがあるので分かるんですけども、仕事を依頼するとき、特にネット上で知らない相手に依頼するときってすごい不安になるんですよね。で、まあ、依頼者側を安心してもらうというか、依頼者側にこういうこと私はできるんだよというふうに、見せてあげるってことはめちゃめちゃ重要だと思うんですよね。で、まあ、じゃあそれどうやって見せるかというと、そのポートフォリオという、まあ、自分の実績一覧ページというのを作るんですけども、まあ、それを作ることで、まあ、依頼側としてはこういうことが作れ、こういうものが作れるんだと、あ、じゃあ安心して仕事をお願いできるよねとか、あ、そうそう、こういうのを作りたかったからこの人にお願いすればすぐ作ってもらえるだろうという安心感につながって、結果的に、仕事をもらえるようになりますので、ぜひ今回はそれを、参考にしてみてください。はい。で、最初にまずは、ランサーズのページを見て、他の人がどんなポートフォリオページを作ってるのかというのをちょっと一緒に見ていきたいなと思います。はい。Google でランサーズを検索して出してみました。で、ここでですね、いつもは仕事を探すを選択されるかと思うんですけども、このフリーランスを探すっていうところから、もうこれすでにここでポートフォリオから選ぶことができるんですよね。これっておそらくその仕事の発注者がそのポートフォリオを見たいという希望がたくさんあるんだと思うんですね。で、このポートフォリオをじゃあちょっと押してみるとですね、なのでこのポートフォリオを充実してるだけで絶対ライバルよりか、まあ、他の人よりかは優位に立てるんじゃないかなと個人的には思います。はい。で、入るとですね、このようにこういうのを作りましたよという、一覧が見れます。まあ、これカテゴリーから選ぶこともできるんですが、ロゴとかだとやっぱりこういうポートフォリオは強いですね。こういうの一発で見たら、あ、この人にお願いしたいとか思う、依頼者さんも絶対いると思います。まあ、自分も思いますよね。はい。で、例えばこの全てのカテゴリーでポートフォリオ検索はやっぱりデザイン系しか見れないみたいですね。ウェブデザインとか、はい、ウェブデザイン絞り込むとこのようにサイトの、作ったサイトのデザインとかを見ることができます。やっぱりあると分かりやすいですよね。はい。他にもですね、このフリーランスを探すから例えばランキングを押してみると、まあ、カテゴリーごとのその上位の人の、プロフィールを見ることができるんですね。で、例えばこの1位の方であればですね、ちゃんとやっぱプロフィール文章も書いてますよね。で、ポートフォリオを押すとですね、まあ、これは実績ですね。これは SEO という集客のプロの方なんで、この実績を出してるんですね。これはちょっとデザインとは違うかもしれませんが、はい。で、このランキングの例えば5位の方ですかね、この2位、3位、4位とかちょっと見させてもらったんですけど、ポートフォリオ入れてなかったんでちょっと5位の方見ますね。で、このポートフォリオを見るとですね、このようにフォルダーで用意されてまして、この方はキャラクターが多いんですね。キャラクターデザインを作られてそれをポートフォリオにされてます。はい。で、まあ、その依頼者側としては、もしこういったキャラクターデザインを作りたいなと思ってたら、こういったポートフォリオがあるだけで、あ、この人に依頼したいってもう決めちゃうんですよね。そのぐらいやっぱりこの実際の実績っていうのは、すごい、重要になると思います。はい。今回ちょっとここではポートフォリオの見方、見つけ方、参考にし方というのをちょっとやってみました。はい。いかがだったでしょうか。結構皆さん充実させてる人もいるし、全くない人もいるんですよね。で、これ全くないのとちゃんとあるのって比べたら、ダントツある方がまずその採用されるリスクが上がるので、必ず個人的には作った方がいいと思ってます。
で、じゃあ、まだ仕事をそんなにやったことがない時ってそのポートフォリオページを作るほどの実績もないじゃないですか。じゃあその時に、どうやってページを作っていくかというと、正直練習の時に作ったものを出すだけでも全然いいと思うんですよね。こういうのを練習で作りましたとかいう風に載せておくだけでも、その人がどのぐらいのレベルなのかっていうのは見る側が見れば一発でわかるので、練習で作ったものをまずはどんどん載せていくのがいいんじゃないかなと思います。で、練習で作るものがまあ終わってしまったら、じゃあ今度はそのバナー一覧とか LP 一覧とか、検索してみると、実際に、プロの人が作ったようなバナーとかがいっぱいあるんですね。で、今度はそれを参考にして自分なりに作ってみて、それを、実際に練習作ってみましたという感じに上げていくのがいいんじゃないかなと思います。そうすればもう10個ぐらいはすぐできると思うので、10個程度あればもう結構安心して、ないよりかは断然有利に立てるんじゃないかなと思います。はい。で、これがポートフォリオ その作っていき方になるんですけども、一つ自分がやってよかったなというかコツがありまして、それは何かというと、最初は特定のジャンルに絞ったものを、上げるということです。例えば自分がもし美容系が得意、美容系 そのサイト作成とかバナー作成が得意、得意もしくは今後やっていきたいなと思っているのであれば、その美容系に特化した、作品を作って、それを、上げていくっていうのがすごいいいんじゃないかなと思います。で、もちろん提案、その美容系の提案には、100発100中とまで言いませんが、高確率でその採用してもらえるように、そういった美容の人に特化したようなポートフォリオを作っていくことで、なんかいろんなジャンルをやってる人よりかは、その美容に、美容ばっかやってるんだなと思ってもらえる方が採用率アップすると思うので、そのようにしてそのジャンルを絞ってみるっていうのを、ぜひ試してみていただければいいんじゃないかなと思います。はい。今回はですね、ネット上で仕事をする上で非常に重要なポートフォリオの、作り方と、コツを紹介してみました。もし参考になればグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。